の町名現行行政地名は東日本橋1丁目から東日本橋3丁目郵便番号は103-0004日本橋地域の北東に位置し台東区墨田区との区境にあたる清洲橋通りを挟み西側は豚屋街東側は商業地と住宅地が混在する区域である日本橋急所長に所在する急所警察署 日本橋かぶ町に所在する日本橋消防署の管轄にあたる。清杉通りを挟み、西側は問屋街、東側は事業所と住宅とが混在している。現在の東日本橋にあたる区域は、江戸開封以来交通の要所として栄え、歓楽街であった。史跡も数多く残る。明治時代までは、やげ堀りがあり、その大川口には、元柳橋が架けられていた。 古典落語などにたびたび登場する伝統的な区域である。近世以前の両国は隅田川西岸の大橋に沈めにあたるこの付近を指していた。かつては両国広工事が置かれていた地であり、現在は記念碑が設置されている。現在の中央区日本橋地域、東京市時代の日本橋区が公的に日本橋と呼称される以前から日本橋の名称とともに、 両国の名称が頻繁に使われていた。大元の両国であることを表す、元両国という故障もある。1971年4月、日本橋村松町、日本橋若松町、日本橋屋の倉町、日本橋屋玄堀町,日本橋米沢町、日本橋米沢町、日本橋両国、日本橋立花町を合わせ住居表示を行い、新町名、東日本橋が成立した。 東日本橋という地名は、この際に命名されたものである。夜原堀界隈。下町の中心地だった2019年9月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。